ちょっとね、久々に動画作ろうかなと思って、撮ってます。まあ、話すことはそんなないんですけど いや、まあ、あるっちゃあるか。ですね。まあ、最近ちょっとずっと考えてたことがあって、いや、これここで言うべきなのかどうか いや、急に撮ってるのに、ここで言うべきかどうかって考え始める。動画回す前にやれって。まあ、僕の知り合いのなんかことに関してっていうかの矛盾点について、矛盾、ちょっと話そうかなって思いました。いや、話そうかなっていうか、まあ自分の頭の中でまとめるために、言葉にしようかなと。言葉にするから動画撮ろうかなという感じですね。まあ、会社で、仕事で、生きづらいと。生きづらさを感じると。人間関係が辛いと。で、その理由は資本主義に問題があるんじゃないかと。で、共同体っていうものが失われているんではないかという考えを持っている人がいて。で、どういったところでそういうふうに感じ、そういうふうに考えるようになったのかとか、細かいところをその人に、まあ会社で何が起きたのかということですよね。どういうことが起きているのかとかを聞いたら、まあ実はそこはもうクリアしてるんだと。自分はそこはもうコミュニケーションとかの方法は確立していて、ちゃんとできていると。だから問題はないって言い始めたんですよ。まあ僕からしたらハテナっすよね。じゃあ何に困っとるねんと。いや、まず、そのシステム、社会システム的なものに、を悪いというふうに大層な理由をつけた内容を聞きたかったと。だけどそこはもうクリアしてるから大丈夫と。謎だと。いや、なんかね、社会システムをどうこうできるのって個人では無理じゃないですか。じゃあもっと日常生活で起きている問題にフォーカスして、問題を解決した方がシンプルで早いのかなといったところで、僕はそこの質問をしたかった。そこを聞きたかったんですけど、その人はなぜかそんなことを言い出したんですよね。まあ、考えられることとしては、まあ、隠したい理由が何かしらあったと。武井には伝えたくない理由があった。だから嘘をついたと。それか矛盾だっていうことに気づいてないっていうか、嘘をついてるってことに気づけていない。どこかで矛盾してるってことに気づけていなくて、本当にそういうものだと信じ込んでいて、何かちょっと頭がおかしくなっちゃっているのかなと。いや、頭おかしくなっているっていう悪口ではなく、シンプルになんか考え方として歪んでるのかなと。どこか何か問題が起きた時に何かが悪いっていうふうにするのは、まあいい、なんかいいっていうか健全のことで、普通のことで、そこに対してどうアプローチをかけていくかっていうのが重要で、それで問題をどう解決するかっていうのが、まあ結果どうなるのかっていうのかが重要だと思っていて、
で、今回の件に関しては、その社会システム的なものにフォーカスを当てるっていう人自体が珍しいなと思っているんで、僕は。そういった意味でもね、面白いなと思って聞いてたんですけど。いや、簡単なんですよ。なんか、あいつが悪いとか、上司が悪いとか、その身近な人を悪くするのは。だけど、そうじゃなくて、もっと、なんか大きな視野で考えて、じゃあ社会システムが悪いんじゃないかって結局なっちゃったパターンの人、珍しいなと思っていて。そこがね、本人も分かっているんですけどね。で、共同体がなくなったとか、なんか昔の日本の人間関係っていうか、が良かったんじゃないかなみたいないう風な人なんですよね。俺と同い年なのに、僕と同い年なのに昔の方が良かったっていうの面白いですよね。昔っていうのがあれですよ、僕に、まあ、に実質27歳なんですけど、昔っていうのはなんか本当に生まれてくる前ぐらい、前、資本主義とかがなかった時でもいいし、なんか、まあ、とにかく昔が良かったと。そこの範囲をまだ細かく聞いてないんですけどね。なんか、人間関係が急須になっているみたいなかな、大まかに捉えると。まあ、個人の時代が来たということを連呼してるんですけど、個人主義的なあれなのかな。だから人が人を思いやれない社会になってってるんじゃないかみたいなことを言ってるのかな。ちょっとそこら辺聞きたいな。なんか今日連絡入れてみっかな。いや、そんな、そんなね、何を幻想を抱いてるんだろうなと僕は思ってしまうんですけども、いや、むしろ幻想じゃなかったとしてもだよ。じゃ、なんで自分からそういった思いやれる人間になってって、周りに示してって、周りを変えておこうとしなかったのかっていうのに、僕は、なんだろうね、疑問が出てきちゃいますね。いや、むしろ僕もそうしたいです。だけど、できていない自分がいるっていうのは、本当に悲しいことですよね。悲しいっていうか、悔しいですよ。人を信じることができなかった。シンプルに言うと。で、僕自身も信じることができなかった。人をっていうのは僕も含めたことですよね。その人はそれをやろうとすら思ったことがあるのかっていうのが謎。そこら辺今日問い詰めるかな。まあ、矛盾をちょっとつついてみようかなって思います。はい。答えが出ました。今日連絡入れます。で、矛盾つついてみようかなと思います。では。 そんな感じですね。はい、10分ぐらい、8分9分これ。はい、では。